はい、おこぜでございます。今回はですね、アウトドアでホットサンドの中から、よいしょ、見えるかな、餃子定食をやってみたいと思います。絶対失敗なし、美味しさ天下一品と書いてあります。それでは始めます。今回の材料は簡単ですね。大阪王将の羽根付き餃子を購入してまいりました。あとそれからうちにある冷やご飯ですね、これを使っていきます。それではバウルーを開けて、餃子を入れていくという感じですね。本ではですね、ダブルのバウルー使うんですけど、私シングルしか持ってませんのでシングルですね。わー、4つ入んないかな、厳しいかも。これ油がいらないと書いてあるので油を入れません。あとはご飯を入れてきます。はい、終わりました。それでは閉じて、ご飯をちょっとはみ出しちゃう、焼いていきます。点火ですね。はい、大体中火で焼いていきます。いいんじゃないですか。よいしょ。あ、こんな感じですね。完成です。よいしょ。こんな感じですね。美味しそうです。よっと。こうやって。一応成功です。よかった。それではですね、秘伝のタレをかけたいと思います。いいんじゃないですか。で、今回はインスタントわかめスープ春雨も添えてみました。それではいただきます。うまい。あ、間違いないね、これはね。おいしい。やっぱ餃子がね、おいしいんですけども、冷やご飯もね、こうやって熱をかけるとまたおいしいですね。はい、完食でーす。本当にですね、3分間でできる簡単な料理ですんで、ぜひ、キャンプで、利用したいと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。それではまた、バイバーイ。